ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、新しいマイクを買ってみたバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語なんですけども、ユンナンバイヤオということで、このユンナンバイヤオっていうのは、まあね、漢方薬の名前であって、その漢方薬のね、会社の名前ですね。中国語で、ユンナンバイヤオって言いますね。はい、今日の中華ニュースなんですけども、このユンナンバイヤオっていうのは、まあね、100年ぐらいの歴史がある、まあ、薬であって、かつまあ、会社なんですね。で、そのね、ユンナンバイヤオ、多分ね、日本だと、まあ、中国憲法オタクの人とかね、この薬結構、好きっていうか名前ぐらい聞いたことあると思うんですけども、飲み薬と、塗り薬、両方あってね、一体どっちなんだよみたいなね、薬なんですよね。果たして似たような成分なのかという、僕にはちょっと分かんないんですけども、その会社がですね、最近どうなってるかっていう話なんですよね。このユンナンバイヤオの会社がですね、まあ、株と、先物で大損したというのがね、今回のニュースなんですね。どのぐらい損したかっていうと15億元ということで、まあ、大体日本円にして240億円とかね、損しまくっているという話なんですよね。それでですね、株主たちはこのユンナンバイヤオはですね、がウンナン白薬がですね、もう株やめたらとか言ってるんですけども、とりあえずね、まあ、やめる気はとりあえずないみたいなね、そんな感じに、なってるんですよね。でね、まあ、中国の企業がね、まあ、伝統的な有名な企業はね、途中から、まあ、株とかね、やりだすって、まあ、別に普通のことで、まあ、他のね、別に海外の会社とかでもね、やってるところはね、やってるんですけども、このユンナンバイヤオ、皆さんの、特に日本の皆さんのね、イメージの中だと、まあ、まあこの薬、まあ、飲み薬、多分打ち身とか痛み止めとかに効く薬だと思ってると思うんですけども、まあね、最近はね、結構迷走してて、なんか、まあ、健康、まあ、ヘルスケア関係全般にね、やっているんですよね。それでね、この歯磨き粉、ウンナン白薬の歯磨き粉がなんか結構バカ売れして、結構ね、この会社の主流になっているというような状況で、まあ、その他、ランニングマシン出したりとか、まあ、その何美容マスク、出したりとか、まあ、そんな感じでね、いろんな方向に手を広げていって、まあ、もうこのユンナンバイヤオっていうのは、まあ、一種のブランド名であって、まあ、ちょっとね、昔のその漢方薬からはね、遠くなってきているといった、状態なんですよね。で、そんなユンナンバイヤオなんですけども、なんか効能を見ると結構すごくてね、ナイフとか、槍で刺された時に飲んでくださいとか、そういうふうに書いてある勢いなんですよね。で、まあまあ、まあ、思いっきり瞑想して、せっかくその本業でね、ちゃんと利益出してるのに、先物とかね、あとは、まあ、株でね、大損を超えているのが現状だという話なんですよね。このね、ユンナンバイヤオではですね、まあ、日本でね、中国憲法のオタクの人は好きなんでしょうけども、まあ、塗り薬ね、塗り薬はぶっちゃけね、わざわざ買わなくていいと思います。なんていうのかな、中国国内にいるときに、まあ、ちょっと打ち身になったから、じゃあこのユンナンバイヤオをちょっと薬局に行って買おうかなっていうのはね、別に全然いいと思うし、まあ、普通に効果あるしね、全然いいと思うんですけども、わざわざ、ね、日本にいてこれを買う必要は全然ないと思います。でなんか日本のなんかそれ系の打ち身系とか、その筋肉痛系の、塗り薬と、まあ、大して効果変わらないかな、ほぼ同じだと思います。で僕はね、これ系の薬買うとき、まあ、塗り薬買うときはね、何を基準にするかっていうと、まあね、その効果とかいうよりも手が汚れないとかね、一番いいんですよね。なんていうのかな、その塗り薬で、まあ、塗った後にその手洗うのがね、もうめんどくさいじゃないですか。まあ、だから手洗わなくていいような、形状にしてるやつでね、まあ、スプレーでもいいんですけども、まあ、そのまま塗れるやつの方が一番いいと思うので、まあ、スプレーのやつは、ね、ちょっと携帯性にね、問題が出てきたりとかするので、まあ、ちょっと大きかったりとかね、するんで、
まあ、そのまま濡れるタイプの方が僕はね、結構おすすめですね。はい、今日のねこの動画がね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。